武神の足に合う靴なるべく見つけていただけたらなと思っております。大きい筋肉を使った方が楽に登れるので、イメージはですね、おへそが山頂から引っ張られてるイメージ。ふーって、体をまっすぐで引っ張られて、お尻と太ももの裏に力が入ってる感じです。こういう人間目線の茶色い背景っていうのがいけてない。なので今日は絶対に可愛いなと思ったら、その子にまず目線を合わせて、そこからちょっと下に下げてみたら、あ、後ろの綺麗なこの緑が映るじゃないっていう、下にやってみましょう。山に入って本当に心から生きていてよかったって喜びにね、満たされる時があると思いますけど、そういう思いを形にする道具としてカメラを使えたらとってもいいなって思うんですね。だから正解はない。本当に人それぞれにとって大切な写真っていうのはそれぞれ、私たちの思いを形にしてくれるカメラに出会えて初めて願いが叶えられるんですね。そうやってカメラを選んでいこうということで、みんな写真に向き合っている仲間と普段山に入ったりしています。降りるときって、ストックを先についてから降りるのと、ストック置いたまま降りるのか、先です。なんかちょっとこう岩場があって降りにくいなってあったら、先にいい場所を見つけてバランスをとっておきます。で降ろす。太ももで押します。こうやってぐーっと。クードン。硬い方がこっち向く。重さを流します。こうやって。入ってきたときにふわっとして軽いなと思いました。試し掘りしないで朝来て履いて大丈夫かなって思ってたんですけど、そんな心配は全く無用でして、もう今日一日履いても全然楽ですし、降りてきてもなんかすぐ脱ぎたいってならないくらい、そう履き心地がいい靴だなと感じました。やっぱりグリップがすごく効いているので快適に歩けてすごく履きやすかったです。はい、安心感あるんだけど、いろんなフィールドで応用が効くようなこのグリップの独特な雰囲気がめちゃめちゃ面白いなっていう新感覚でした。今日根っこのところとかわざわざちょっと激しいところ行っちゃったんですけども、どんな足の形でも合わせやすいシューズなのかなって思いました。歩くために大切な山道具があって、そこに まさに一番大切なのって靴、歩くための靴っていうのが一番大切な道具の一つなのかなと思うと、それをやっぱり皆さん自分に合う一足を見つけて、それを山登りのお供にしていっていただけるといいのかなと、今回改めてツアーをしながら考えていました。指がちゃんと自分でホールドするので、ちゃんと踏ん張れたり、すごく楽だったなっていう体験でした。すごく履き心地が良かったです。
山友ってどこで探すんだろうとか思うことが多くて、つながりをどう見つけたらいいのかなって思うことが増えたんですけど、こういうこうイベントをきっかけにこう皆さんと友達にこうつながりを持って、また何度でもイベントたくさんやるので来て。すごい皆さん山が好きだなっていう山愛を感じた若い人たちと歩けたのがすごい楽しかったっていうのをこうやってみんなで笑いながら写真撮りながら山にフィールドに入れるっていうのは本当幸せでした。ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。もう私本当楽しかったです。この仕事本当楽しいです。今日は本当楽しかったです。山の中で楽しみたいことがあったら、もうそれのために時間を取って山頂には行かなくてもよかったりするし、こう山の中でどんなことをしたいかみたいなところをどんどんこう山を楽しむ中で見つけていくことで、多分山登りっていうものがもっとどんどん長く楽しめるようになってくるのかなと思っています。